大田市中心部周辺の空中写真。市街地の中央に大田駅。駅の北東に見える楕円形の車両テストコース及び工場が富士重工業群馬製作所本工場である。また、画像中央際下部に見える規模の大きな構造物もスバル矢島工場である。1986年撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。大田市は関東地方の北部、群馬県南部の東毛地区にある市。人口は約22万人で、群馬県内では高崎市、前橋市に続き3番目に多い。県内では西に隣接する伊勢崎市と共に、市工寺特例市に指定されている。スバルの企業城下町であり、北関東随一の工業都市である。 隣接する紀流市や栃木県足利市とともに両毛地域を形成する。1948年の市政施行当時の区域は旧日田郡。現在の市域は旧山田郡、日田郡の区域で構成される。人口増加率は県内有数の伸びを示している。伊勢崎市とわずかの差で帰港しており、両市とも人口は増加している。大田の発音アクセントは 一般的には、大田であるのに対し、地元住民は、大田と発音する。なお、大田市や大田駅と続いて言う場合は、一般的なアクセントになる。東京都心から北西に約8 0トル県庁所在地である、前橋市からは東に約3 0トル高崎市からは同じく東に約4 0トルに位置する。江戸時代には、大閤院の門前町、 日光霊平市街道の宿場町として発達した。大正期以降は、現在のスバルとその前身である中島飛行機、富士重工業の企業城下町として飛躍的な発展を遂げた。工業統計調査によると、平成25年の工業製品出荷額等は2兆3491億3099万円で、全国13位。これは、 広島市に匹敵する規模を誇り、浜松市や京都市、北九州市といった、政令指定都市を上回る関東、内陸工業地域を代表する工業都市である。工業製品の製造品出荷額等に占める輸送用機器の割合は7割を超え、スバルを中心に、坂本工業やシゲル工業、東和工業、一端といった関連メーカーの拠点のほか、 日野自動車日田工場など自動車産業の集積地と言える。群馬県南東部の関東平野北部に位置し、南に利根川で、埼玉県熊谷市、深谷市と北東に渡らせ川で、栃木県足利市と両県の県境に挟まれた地域にある。市内の標高が南部、南西部、北東部、東部は30から40メートルの低地、市街地付近など中央部と西部、 北西部は40から70メートルだが、市街地北部に、標高223メートルの金山がそびえ立ち、北西部の東部気流線より、東側や矢部塚温泉付近は100メートルから200メートル弱の、八王子給料となっている。大田市役所庁舎展望ホールから見た、大田市外級、大田市級、矢部塚本町級、日田町級、小島町岩宿遺跡の発掘調査で明らかに、 なったように、この地域には、約3万年前の旧石器時代から人が住んでいた。都市名の由来は、宿場町時代の大田塾にちなむ。それ以前は、日田層と呼ばれていた。大田町旧、大田市新、大田市市役所は1998年に改築され、地下1階、地上12階の近代的なビルとなった。ビル型の庁舎は、高崎市役所と同様である。 旧大田市の市章を廃止し、市民の投票により、新大田市の市章を決定し、2005年6月28日に制定された。諮問章は、市に関係の深い新田市の家紋である、大中黒にひらがなで、大田と入ったデザインであり、2005年7月1日に制定された。デザイン者は不明。大田市内の4つの地区をモチーフにしたキャラクターであり、 王丹という名前である。市役所などでぬいぐるみやバッジを販売している。また、王太駅構内には王丹の石像があり、市民の待ち合わせスポットとしても利用されている。2003年4月、王田市の英語教育特区構想が構造改革特区第1号として認可された。これは小学校から高校までの一貫教育校を設立し、国語などを除き、 全て英語で授業を行うという構想である。大田市が中心となって、学校法人大田国際学園が設立、認可され、2005年4月より、群馬国際アカデミーが開校する。初年度は1年生と4年生が入学する。この先進的な取り組みに、国内外の教育関係者は注目している。合併直後は、旧市長の議員をそのまま、 市議会議員としたため73名で構成されていたが2007年4月22日の市議会議員選挙で約半分の38名に改選され2011年4月24日の市議会議員選挙で34名となった2015年の選挙では30人に定数削減を他市では9自治体単位で地域ごとに分割しているただし例外もあるまた 小島、新田、矢部塚本町の3地域は大技が廃止された。前述した通り人口増加率は県内有数の伸びを示している。西に隣接する伊勢崎市とわずかの差で拮抗しており、両市とも人口は増加している。スバルの企業城下町であるためか自動車の依存度が高く、ラッシュ時の渋滞が激しい。鉄道は、 東武鉄道大田駅からタスキ上に4方向へと路線が伸び、県内東部の交通の要衝の一つとなっている。特急両網が大田駅と矢部塚駅に停車し、浅草駅まで運行されているが、東京都心への接続は良好とは言えない。そのため、北千住駅で東京メトロに乗り換える人も少なくない。また、所要時間が浅草まで約80分で、 なおかつ特急料金も含まれて2000円以上も、するため、熊谷駅や籠原駅から JR 高崎線を利用する市民もいる。2007年までは、市内には高速道路がなく、市民は、東北自動車道、立林インターチェンジや佐野藤岡インターチェンジ、関越自動車道、東松山インターチェンジ、北関東自動車道、伊勢崎インターチェンジなど、 近隣のインターチェンジを利用していたが、2008年3月8日には、北関東自動車道が大滝流インターチェンジまで延伸し、高崎ジャンクションで関越自動車道に接続できるようになり、長野県や新潟県にも短時間で行くことができるようになった。さらに、2011年3月19日には、大滝流インターチェンジと佐野田沼インターチェンジ間が開通し、 同自動車道は全線開通となり岩船ジャンクションで東北自動車道との接続も可能になり東北地方や茨城県に行くことができるようになった。しかし都心へは花園インターチェンジや東松山インターチェンジから関越道、館林インターチェンジから東北道を利用した方が早い場合もある。もちろん一般道で1時間もかかる。 前橋市や高崎市へも30分ほどで行けるようになった。さらに2014年には東芒広域幹線道路の全線開通により県内東西交通の利便性が増し、2016年には市内西部を南東から北西に通る国道17号上部道路が全線開通し、東京都心や埼玉県方面と関越自動車道、 渋川イカホインターチェンジへのアクセスの利便性の向上と伊カホ温泉へのアクセスも向上した。市内には東武鉄道が3路線走っているが、大田駅に発着する普通列車はすべてワンマン運転となっており、昼間は乗客も少ない。前述の通り自動車への依存度が高いためか、市内を通る東武気流線沿線民のうち年に一度も鉄道を利用しないそうが、 約6割に上るという。東京方面に行く場合は、東武伊勢崎線特急、両毛号で、北千住駅まで約70分。また隣接する埼玉県熊谷市の熊谷駅から JR 高崎線を利用する乗客も多い。市内にある東武鉄道の駅は9駅で、栃木県日光市の13駅に次2番目に多い。また、同じ市内に東武鉄道の路線が3路線がある。 自治体は、本市と同県の立林市のみである。人口20万人以上の特別区及び、市の中で JR の駅がないのは、大田市の他に、茨城県つくば市、埼玉県かす市、埼玉県草加市、東京都世田谷区、東京都目黒区、東京都文京区、東京都練馬区、東京都調布市、東京都西東京市、神奈川県大和市、神奈川県厚木市、 愛知県豊田市、大阪府豊中市、沖縄県那覇市がある。これらは、目黒区、文京区、山和市を除き JR の鉄道路線自体が通らないことも共通する。かつて旧大田町時代には、中島飛行機の計画として、大田町を中心とする電車環状線構想があった。高専村、由良、藤屋口区に住宅線戸が完成するため、大田、 高専間に電車線を敷き、ゆくゆくは小島沢の小泉大田を結ぶ環状鉄道計画であった。しかし、東武鉄道小泉線が実現したため夢の環状線となった。東武鉄道大田駅北口かつては市内に東武バスの路線が複数あったが、現在は東武鉄道系の朝日自動車による大田駅、熊谷駅の路線があるのみである。現在は 大田市が主体となり路線バスシティライナー大田のほか、デマンドバス、大川い、市バス、市営無料バスを運行している。その他バスターミナル大田から各地への長距離バスなどがある。路線バスを伺い、市バス市内全域で75歳以上の身体障害者及び重度の知的、精神障害者を対象に運行する事前予約制の福祉バス。 前日までに利用時間や目的地を告げて予約すると、自宅から市内の商店、病院、最寄り駅などまで送迎してくれる。一見、コストがかかりそうなシステムだが、朝夕は、スクールバスを運転する、運転手が昼間を伺い、市バスを運転するなど、別の事業との組み合わせで無駄を排している。当初は、無料で運行していたが、2012年4月に、 片道100円に有料化。所定の条件を満たす交通弱者に拡大して、ハードルを下げた一方で、所定の停留所を指定する形になった。市営無料バス2018年4月1日、運行開始。スクールバスの車両を使用する。バスターミナル、大田発着の長距離バス路線主な事業所、スバルのブランド名で知られる、スバルの企業城下町として有名。 スバルの社員及び家族が多く、市内の企業もスバル社を使用しているところが多い。市内にはスバル及びその系列企業の工場が多数、点在している。NEC パーソナルコンピュータの前身の NEC、群馬は NEC のデスクトップパソコンと周辺機器を開発生産していた。主力は PC-9800 シリーズであった。ミシュランオータサイトは、欧州。 米国、日本と世界に3カ所ある研究開発センターの一つである。さらに2008年3月8日には、北関東自動車道、大滝流インターチェンジと、大田やぶずかインターチェンジが開通し、両インター周辺にも工場等が進出している。工業団地、ショッピングモールスーパーマーケットホームセンターディスカウント、ストア家電量販店に映画館明治以降も金山。 対抗院は各地からの行楽客で賑わった。東京から郊外電車が走る目的地の一つだった。古墳時代の東国文化、太平記や剣務の申請への影響、徳川の発祥、高山被告老の幕末の死死への影響などの史実がある。スバルの企業城下町であることから、同社にちなんだ、スバル最中、スバルサブレといった土産菓子がある。近年では、 大田市内に焼きそば店が多く営業することから、市の観光協会では、焼きそばの街としての売り込みをはじめ、大田焼きそばとして知られている。市内には、数々の史跡があり、歩け歩け大会が開催されている。大田市北部運動公園は春季には、芝桜が秋季から冬季にかけて、イルミネーションが見られ、北関東自動車道からも一望できる。 市内北西部の矢吹塚町にはジャパンスネークセンターがあり、日本で唯一山鹿菓子の毒に対する結成の製造、保存を行っている。大田吉沢由里の里市内全体に史跡が点在しているが、特に小島地域は徳川市発祥の地と呼ばれる両殿東照宮などの史跡があり、小島歴史公園がある。縁切自慢徳寺も世界で二つしかない縁切寺として、 海外のマスコミに取り上げられている。毎年1月1日に行われる全日本実業団、対抗駅伝大会は、伊勢崎市から国道354号を経由して、大田市役所本庁舎前が第四中継所となっており、県道大田気流線を経由して、気流市に抜けるコースを取る。教育委員会本部は、小島庁舎内にある。国母秀樹、大田市通詞編。 近現代大田町に関するカテゴリー、ありがとうございます。